ども、はい、現在地中津川です。これより長野県の飯田に抜ける、峠越えを悪天候想定して向かってみます。峠は2つあるんですけど、とりあえず、この高速道路とですね、鉄道沿いで行ってみます。現在高度3300。この中津川の、より飯田に向かう際の、高速道路沿い行くとトンネル入ってしまいますので、このままちょっと東の方に行ってみます。これだとあそこでトンネル入っちゃうのかな。はい、現在高度3000フィート。こちらがまず第一の峠になってます。右下が一応道路です。左行くと木曽町の方行ってしまいますので、長野の方出ますんで、ここで、右側の沢に沿って飯田の方に向かいます。現在高度3600。まだこれより標高高い峠がまだこれ高いで、高度を徐々に上げてきます。現在高度3800です。で、ここに二股で分かれてますんで、これを右に入ってきます。この集落を右に入ってきます。これが最後の峠になります。一応下には道路があります。最後、この道路も、トンネルが入ってると思いますので、最後は目視で行きます。下の道路はこれでトンネルに入ってます。現在高度が4300です。
つまり4300ないともう小峠は越せないということです。これが峠の頂点です。これより標高が下がってきます。徐々にこの沢に沿って高度を下げていくと飯田が見えてきます。トンネルの出た道路が確認できます。ここからどん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 高度を下ろせます。今4400です。4300です。4100フィートです。4000フィートです。この位置低いところにですけど高圧線がありますので気をつけましょう。3800フィートです。現在高度3600フィート。はい、これで一応飯田につながる平地に入りました。これをまっすぐ行くと高速道路に合流します。で高速道路沿いで行くと飯田町です。はい、You have control。 はい、コントロール、はい、はい、どうぞ、はい、受けてください。どうぞ。飯田市の町ね。はい、じゃあ前川君スイッチ来てくれますか。はい、止めます。ありがとうございます。残り14分。はい、ありがとうございます。